お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、グローバル大会の方ちょいやっていきたいなと思いましてですね、今17勝2敗までやってるんですけど、まあ、またねこの大会が来ちゃったんで、まあ、やらざるを得ないと言いますか、いやそんなやりたいわけじゃないんですけど、まあ来たならね、それはまあ挑戦するしかないでしょっていうわけで、今17勝までねやっちゃってるんですけど、まあ、デッキがですねこちらと5三子でございますね。はい、なんかもう最近また流行っちゃってる三重子なんですけどね、2敗しちゃったんですよね。2敗、なんかね1回が普通のね、なんだっけ、何回で負けたんですよ。あ、この5の枠をスケルトンでやってたら、なんか新鋭隊小女ババババコやみたいな、あのテンプレに負けて、もう1回か、あのちょうどこの動画撮ってる時がキョウキョウさんとコラボ動画撮った帰りだったんで、もう電車の中で Wi-Fi でボコボコに終わりまして、2敗っていうなわけです。はい、なんでまあ残りはね、またこの5三子でやろうかなと思います。よいしょ、もう2敗しちゃってるんですけどね今。あれ、これ合ってるよね、大会よろしく。間違えてグラチャで行ったかと思った、日本人の方だ。ファミマのエスプレッソよろしくお願いします。はい、で5三重子で、このなんかこの形もいっぱいあるんですよね。この5の悪が好きだったりコウモリだったり、なんかいろいろあるんですけど、まあ僕はこの5でね、まあ好きでもいいですよね。好きの方が僕は結構使いやすかったんですけど、ちょいとまあ5でやってます。でこのデッキからのなんかレジェンドって方ですね、あの三重子使いの世界大会でも結構すごい上手だった方、ノバイスポットっていう世界一のチームの三重子使いの方が多分作ったデッキですね、これも。よいしょ、その人が前回85勝だったかな、多分してたんですよねこの三子で。だからまあまあまあ自分もやってるんですけど、言うてそんな勝てないんですよね。よいしょ、さあ、で相手が何だろう、これポイズンだから結構美味しい、これ勝ちたいですね。言うの出して、できれば工場も逆サイに出したいですね。工場出してなんか出るでしょ、マスケティーか、これ5ワンチャン打ってもいいみたいな味よね。打っちゃおう、これでもうガインのババリアンやばいとが殴ってくれるので処理したかったけど、やばいな、やばい、待って、危ねえ。このハンターが地味に残るのが相手からしたらしんどいですね。よいしょ、でまたエリポン置くかな。で、あれなんだろうな、ジャイナーのかな、ジャイサンスペとか、ファイスピ入ってるんですよね、でも。ああ、ジャイだ。でも今相手ポイズン使ったから、OK。でも今1に3枚咲いた。ここザップとポイズン入れて回るな。回るんすけど、これ結局あの右側ユーノで受けれるし、左側もハンターで受けれるから OK。逆にハードカウンターだ。いやー、これ右だな。OK。で、ファイスピがなかなか厄介ですね。なんかあんまり攻めれない。OK、で、ハンターがいるから、正直ジャイがそんなに怖くないんですよね。と思ったけど、やばいかも。ちょ、待って。やばい。OK。待って、俺のハンターがどっか行ってる。ちょ、待って、やばいかも。ちょ、焦る。あと800だね。あと800なんだけど、待って、ちょ、待って、あ、落ち着け。落ち着け。これ絶対、始まりじゃい来るから。いや、大丈夫、守れる。危ねえ、ちょっと待ってな、焦る。マジで焦るな。今17勝2敗だから、ここで負けたくないんですよね。
で、この多分工場つけるのも良くない、やってる普通に良くないけど、まあまあまあ、まだ参る、まだ参る、まだ参る、全然参るよ。で、ここまだ守れる。で、ハンターあれば多分守れるんすよ、アイグルハンターで事故んなければ。オッケー、待って、やばい、危ない危ない危ない、言うてね言うてね、ファイボがあるんで、このデッキ、いやー、しんどいよー、待って待って、危ない、あと800だから怖いな。アイゴラハンター出して守る姿勢見せつつ30下と飛んでエリアド回収していきたいな。言うてやばいかな、ちょっと待って、オッケーオッケー、逆サイが入ってる、オッケーオッケーオッケー、よし、いいよ。で、このジャイもそんなに怖くない。あ、待って、事故事故、オッケー、でも言うて頑張る、君ならいける、君ならいける、オッケー、優秀すぎ、いいよ、流れがね急に来てるね。あー、待って、気づいたらあと500。ここでしっかり左を、じゃあ、ね、右を攻めてあげると、あ、だ、左手薄になって、オッケー、はい、オッケー、カタカタカタ、待って、やばい、これ多分延命できる、延命できる、延命できちゃう、オッケー、オッケー。で、ここでロリババで攻めて、オッケー、いいよ、カタカタカタで、右側攻めて、また左側もアイスグル削り、このアイスグルマジで優秀っすから、言う前にファイボ取ってきた。オッケー、グッドゲーム。いや、危ないな、めちゃめちゃ危ないけど、サーシ自体がジャインに対してきついんですけど、ハンターがね強い、ハンターが強い、危ないな、めちゃくちゃ危ない。待って、流刑 CR っていうのがやばい、クラン対戦で一番強いところだ、よろしく。っていうことは相手が強い、うん、まあまあまあ、やばい、家の土地にしなかったの、やばい、ふう まあまあまあ、そう、咳も病院行って薬もらったんでね、治りました、治りました、ほぼほぼ治りました、無事にね。ふう、し、相手、さてはこれ、ミラーデッキ説あるな。同じデッキだよな、これ。いや、ちょっと違う。なぜ？なんだ？なんか違う。え？気持ちちょっと違う。ペッカだ。あ、待って、エレキいなくなっとるやん。そう。今日マルチやってて、まさかの、当たっちゃったんすよね。焼き鳥くんと焼き鳥で当たってて、ね、何使ってたかな、そう、俺外役スキャラ、あのドラドラとかの最近流行りのねスキャラフリーズを使ってたんですよ。そしたらね、焼き鳥が、まあ、クロスだと思ったんですよ、僕は。クロスかなと思って、結構まあまあ相性悪くはないけど、まあ、普通だなと思ってたら、マスカのね、あの子あれだったんですよね。もう外役スケラメタのラバディガだったんですよね。もう、ボコボコにされた。もう、あーって感じ。マジで。なんか当たった瞬間から、もうスタンプの煽り合いじゃないですか、お互い。正直勝ったと思ったんですよね。まあ、クロスか、何使ってるんだろうなと思って、そしたら、まさかのもう、まさかのラバディガっていう、ポイズンなんですよね、最近のラバディガが。だから、で、ドラドラ系がこっちは結構しんどくて、いやーねー、分からされたんすよね。だからワンチャンね、怖いよね、そのもう近々焼き鳥の動画で、ね、俺とのと試合がさらされてないかチェックしとかないと、ちゃんとチェックしとかないと。やばい、待って、違う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 、よくないよくないよくない、これ右はもう虫、右虫、右じゃない、左虫、ペック工場だな。とりあえず古城ババとかで左右振りつつ、オッケー、これはいい、
待って、やばい、それやばい。もうファイボでしっかり守る。アイゴルでターゲット取る。オッケー、これもしっかり防衛しないといけない。痛い、やばい、待って、やばい。逆に両サイドカウンターになるけど、いやー待てよ、相手ペッカ工場だな。これね、勝ちたい勝ちたいって、普通に勝てる相性なんすよね。もう焼き鳥のこと話すからすよね、これ。よくないで、これ左に相手ポイズンボーイしてくんのかな。やば、相手ちょっと手抜きしてきたね。これだってワンチャン突破できるくらい？いや、できないのか。やばい。いや、いや、言うて刺さってる、言うて刺さってる。いや、いいよ。そこだけ耐えて。やばい。うわー、耐えてくれねー。いや、耐えた。さあ、あと700で、相手の、補助ババを気をつけたいっすね。アイテム、警戒してるな。お互い許容しつつ、いや、このペックアイゴルで釣れない事件があるんだよな。危ない。許容しつつ、許容しつつ、痛い、残す。オッケーからの残す。やばい、待って、やばい。お互いにやばい。守った。だけど今度は左もやばい。でこれ多分ペッカで防衛されるかな。いや、やめてくれ、危ない危ない。やばい、待って、やだ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 。俺は負けない、俺は負けないよ。危ない、待って。しかも、あ、今これ相手右も左もドッグショターンだ。来た、突破したろ。いやー、突破してないの。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。これね、怖い。オッケー、待って、この子が美味しい。相手絶対調子乗った。来た、勝った。これもう右に言うの出して、勝った勝った。いや、言うのねえよ。やばい、待って。いやー、俺だって勝ったと思ったんだけどな。焦る焦る。引き分けはほどね、めんどくさいもんないんだよ。陸いない事件ないかな。あ、でもこれエレキだ。これエレキだから、見て、エレキ読み。え、エレキない。え、買っとくね。なに、なにこの勝ち方。よいしょー、美味しい。危ないな。危ないな。19勝、これでやっと19勝だ。20勝いきたいっすね。危な。危ないっすね、マジで。マジで危ない。てなわけで、一応長くなってるかな。言うてでも3試合目だからな。よろしく。よろしく。ファイボ3試。ファイボ3試。ふぅ、大体メガゴ。ラバか、スケラか、これ。か、ジャイ。なんでも選択肢あるな。これちょっとやばいっすね。もううまかったらファイブザップとトトーンで負ける。けど、あれ、おいしい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 。これね、できれば延命したい。で、右側にロリババでもつけて、これ両サイド攻めしたい。オッケー。したらもう相手これめちゃめちゃしんどい。オッケー、勝った勝った勝った。もうしかも相手今ファイブを咲いたんで、ファイブ咲いたからもうエリポン行ったら相手今度何もできない。でジャイとかで無理やり攻めてもハンターとアイゴルで守れちゃう。5ってことで勝ち。よし、最後の相手はちょっとまあまあサイクル的なやつですね。ファイブがなかったのかな。これもアイゴレとかでターゲットって、ユーナの突進をウィザードに当ててあげる。 OK で、このミニペッカも放置でいいや。 OK でもここはね、ファイブ撃たれてもいいんでエリポン置きます。でハンターがあるからジャイニーはハンターで守れます。ふーし、美味しい。でこのメガゴも別に
そんな怖くないし。ライブあるんでね。なんだこのメカゴ。おいしい。よいしょ。あ、おいて、ウィザードとマスケッティーやってやばいっすね。すごいな。贅沢な。ファイブっときますか。言うのが突進で落ちる。あ、落ちねえか。でも、あれ？なんか気づいたらいなくなってた。気づいたらいなくなってた。やばい。やばいけど、まあさすがに勝ちっすね。もう。オッケー、ユーノ優秀。そう、ユーノもなんか最近使用率が上がってるんですよね。なんかロリババが多いからなのか、なんでだろう。ユーノがすぐ使われてる。まあサンコスにしては優秀っすからね。オッケー、勝ったー。グッドゲームってことで、サンクラ、よし、20勝達成ですね。まあでもいつも一番初めが16勝、次が20勝でまた20勝なんで、まあ3、40勝、まあ目標50とかですね。行ってみたいですね。50とか行けれたらいいなと思います。行けれたらね、またその辺の動画も出せればいいかなと、はい、思っております。というわけで今回はファイブを三重視の、はい、動画となります。いやマジでね、これお最近のテンプレの中のテンプレなんですけど、強いんでぜひぜひぜひ使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。